屋敷蒸し風呂バーニャだ。暑すぎる。こんなところに長くはいられん。でも外にはクズリが。どうする。みんな考えろ。暑い暑い暑い。バーニャ。おいお前、蒸気を発生させるな。熱い、これは白樺の葉を束ねたもので霊肉といい。だいいな。霊肉で叩くことにより血行が促進されると同時に室内の空気をかき回すことで体感温度をさらに上げます。全員同時に来てほしい。俺は何をやってるんだ。この流れも杉本の妙案なんだよな。絶対違います。結局杉本の妙案って何だったんだ。なんだっけ。